こんにちは、袋歯科医の袋です。本日のご質問です。インプラントとブリッジということです。左上の奥から2番目、4番目の歯が治療され抜歯されています。以前から通っていた歯科医ではブリッジにされていたんですが、なんとなくグラグラしていました。引っ越ししたためそことは違う歯科医に通い見てもらったところ、その奥から2番目の差し歯が割れていたようで、あっさり取られてしまいました。一番奥の歯と奥から3番目の歯を使ってブリッジにしていたらしく、今の歯科医の先生から3番目の歯にかなり負担のかかるブリッジだから、その歯がダメになったら奥から2、3、4番目の全ての歯を入れ歯にしなさい、しなくてはいけなくなる。まだ若いし、入れ歯ってすぐわかる歯だから、できれば2番目をインプラントにした方がいいと思います。ただ、高額になるので、もう一度同じようにブリッジをかけるという方法もありますので、検討してみてくださいと言われました。その、歯科医のホームページを見ると、インプラントにするのに40万くらいはかかるようで、かなりきついです。歯科医では分割払いとかってできるのですかということです。2番目と4番目は抜歯されているということですので、この歯単独でまあインプラントにされるのかどうかというところが一番問題なのかもしれません。ちょっとこれ一番奥というのが親知らずなのか、あるいは7番目の歯なのか、ちょっとその辺によってももしかしたら知識が変わるし、僕らの検討ポイントもちょっと変わってくるかもしれませんので、その辺が明らかになっていればいいと思います。最終的にこの3番目の歯がダメになったらっていうところですけど、2番目3番目4番目全てがダメになってくるということであれば、インプラントが2本になって、それによってインプラントのところだけでブリッジっていうのが、ベストなのかもしれません。ちょっとこの辺がよく分かりませんので、もう少し詳しいご説明がいただければ、いいかなというふうに思います。あと歯科医では分割払いということですが、分割払いはうちは受け止まってますが、多くの歯医者さん の中には、簡単に言うと、分割払いとカードの支払い等は認めていらっしゃらない方もいらっしゃると思いますので、そういった面では早めにお聞きになった方がいいかもしれません。以上です。